時間ですね。時間ですか。ええ。はい、まだこれから入ってこられる方いらっしゃると思いますが、6時になりましたので始めたいと思います。ホワイト企業大賞アカデミーの第1回の、これなんて言っていいのか、セミナーなのかダイアログなのか分かりませんけれども、始めたいと思います。今日はじじいが1人と若者3人という構成でございまして、若者3人がですね、これはもうなんていうんですかね、ティールの世界ではもう最先端を走ってる3人でいらっしゃいまして、吉原さんはこの間ティールの世界コンファレンスの時に日本人でただ一人スピーカーで出られてますし、武井さんと山田さんは次年経営ということで、フレディック・ラルーとちょっと違う切り口から、すごい勢いで探求されてますし、武井さんはもう組織にとらわれずに、社会の在り方みたいなものに関して、なんか毎日毎日発見してるようですね。すごい勢いで発見してて、僕らもなんかついてくるのがやっとこですけれども、そういう4人で今日は、やっていきたいと思います。でこの4人でダイアログ始めちゃうと、多分4人で盛り上がって聴衆を置いてきぼりにしちゃうと思いますので、ぜひ皆さんからまずはチャットでコメントとか質問とかあげてくれませんか。で、今日は全ては思いから始まるっていうことで、最初に、私の方から、まあこれ聞き飽きた方もいらっしゃるかもしれませんが、ホワイト企業大賞を始めた思いみたいなものをお話しいたしまして、で、あとの3人のうちの誰かが、思いを語って、その後ブレイクアウトでちょっと皆さんにそれぞれお話ししていただくと。でその間にチャットをどんどん上げていただいて、でそれを盛り込めるものは盛り込んで、それから盛り込めないものはその2人終わったところあたりで一旦ちょっとそれを扱うというセッションもしてみたいと思います。ということでまず私の方から、これ聞き飽きた方いらっしゃるかもしれませんが、ホワイト企業大賞を、始めた経緯みたいなものを、少しお話ししたいと思います。実はこういう本を書いてるんですよね。タイトルがやたら長いですけど、日本一労働時間が短い超ホワイト企業は利益率世界一ということで、山田昭雄のリーダー学、未来工業の創業者の方を、実は3年にわたって、講師をお願いして、でセミナーをやってきたんですよね。で2014年の3月に山田さんが初めてホワイト企業という言葉を使ったんですね。これ多分日本で最初じゃないかと思います。要するに社員をいじめる、ブラック企業の正反対、我が社はホワイト企業だということを語りまして、でこの本が出たのが4月なんですけれども、それを聞いて早速そのタイトルに超ホワイト企業というのを入れたわけです。この辺が発端なんですよね。で、ちょっとこの本の最初に山田さんに文章を書いていただいておりまして、2014年3月3日福岡で開かれた未来塾で、私は初めてホワイト企業という言葉を使って講演した。社員をひどい目に遭わせるブラック企業ばっかりの世の中だけれども、うちはブラックの逆だな、それならホワイトだ、そこでよそとの差別化と社員のやる気を起こすことが
ができている我が未来工業はホワイト企業と名乗ることにしましたと話した。すると天下さんはこの本のタイトルに早速超ホワイト企業と入れることにしたと聞いて、気を見るに敏なことだなと思ったと、書いてありますが、その後に、ブラックの話が書いてありまして、山田さんのセミナーの話ですね。天下塾の講師を頼まれて引き受けた。普段の講演会はだいたい1時間半くらいなのだが、この勉強会はなんと4時間喋らされた。しかもその後、懇親会の場で天下さんはこうのたもうた。塾生の皆さん、今日の講義の質問を山田さんにしてください。私はご飯を食べる間もなく2時間質問を受け続けた。そして終わる頃、懇親会の会費をお支払いくださいと言われてひっくり返りそうになった。この働かせ方はまさにブラックではないかということで、ブラックの天下塾をやっていただいたんですけれども、その2014年の7月に山田さんは亡くなられたんですね。これはびっくりしましたけど、で8月に FM 東京で山田さんの追悼番組がありまして、私はこの山田さんの山田フィロソフィーを相当熱く語りまして、いろいろあの FM 東京側が用意してた音楽が流せなかったり、相当番組を混乱させましたけど、こっちも熱くなって語りました。その冒頭でブラック企業の紹介があったんですよね。で私はブラック企業っていうのは知らなかったんですが、ブラック企業大賞という、大賞があって、これこれこんな会社が今まで受賞していると。でもああそうか、武井さんも受講しようと思ったらその年に亡くなられたってありますけど、それでそのまあよく知ってるような会社がブラック企業大賞に選ばれてる。でも考えてみるとブラック企業大賞ということで、おめでとうございます、あなたの会社はブラック企業大賞に選ばれましたって言っても表彰式には多分誰も来ねえだろうと。でこれはちょっとなんか寂しい賞だなと。まあ悪いあのというか、ちょっとまずい会社を糾弾するという意味では意味があると思いますけれども、ちょっとなんとなく寂しいなということで、その番組が終わる頃に、そのホワイト企業大賞とブラック企業大賞の逆の賞をやろうという決心をしてました。もう早速あの番組が終わってからその準備に入りました。ただしホワイト企業大賞の定義はやめようと。定義をするとそれが目標になってしまって、目標っていうのは達成したら終わりですからね。それからそこで定義した人の何て言うんですか、思いが入ってしまって自由度がなくなってしまう。もっともっとあの広い方向性を持った賞にしたいということで定義をしないことにしました。で、ホワイト企業大賞って何ですかって、ブラック企業大賞の反対ですよっていうのは一番いい定義だと思うんですけど、それじゃ格好がつかないので、社員の幸せと働きがい、それから社会貢献を大切にする企業ということで、非常にほのかな方向性だけを書きまして、その道を永遠に歩み続けるということにいたしました。だからあのシンボルマークには The White Company Way と書いてありますけれども、ホワイト企業対ホワイト企業への道ということで、その道を歩き続ける仲間を発掘して、でそれをみんなであの勉強してお互いに高め合おうということを、
やろうと思いました。でその裏に何があるかというと、まあ、私なんか現役時代はほとんど毎月のように海外で出てて、日本とそれから先進、まあ、大体先進国しか行かなかったですけれども、先進国とのその差みたいなものは随分感じてたんですよね。まあ、いろんな表現はできますけれども、一つ非常に簡単な話で言うと、お財布を落としてそれがほとんど戻ってくる国は日本人以外ありません。アメリカで財布を落としましたって言って警察に届けたらバカかと言われますよね。これ絶対戻ってこない、でそれぐらい日本という国は実は民意が高いと。これしょっちゅう向こうに出てるとそれを痛感するわけですけれども、でも日本人は意外にそれに気がついてないんですよね。これだけ素晴らしい国に住んでいながら自分たちの素晴らしさっていうのは気がついてる人が非常に少ない。で企業経営でも日本の企業経営っていうのはやっぱりすごく進んでいたと思うんですね。今までも進んでいたし、今も多分進んでるところがたくさんあるんじゃないかと思います。で、それはアベグレンという経営学者が、ボストンコンサルティングの、東洋代表で日本に駐在してまして、日本の経営っていう本を1と2と2冊出しておりますけれども、それは随分前ですけれども、そのことを述べております。要するに日本で本当に元気がいい会社というのは、日本型の経営をしていると。で欧米の経営でその流行りの経営を導入したところは大体ほとんど全部短期間でポシャっていくというふうな話を書いております。で私はアベグレンと対談したこともございますので、まあ経営学者が見てもそういうことだということが、まあある程度その、身体感覚として把握しておったんですけれども、それもほとんどの人が気がついてない、日本が遅れてる、日本が遅れてるっていう声ばっかりが聞こえてきた。で、遅れてると思ってる人たちは欧米の経営学を追っかけるわけですよね。もちろんその例えばドラッカーっていうのは素晴らしい経営学ですけれども、でも日本はそれ以上の経営ができてるんじゃないかと、それをちゃんと発掘してそれを世界に、知らしめていくということが必要なんじゃないかということで、そのホワイト企業大賞の裏にそういう思いを込めて、このホワイト企業大賞を始めました。で、もう今年が8年目でございますね。どんどん盛り上がっておりまして。で、こういうアカデミーもできるようになりましたっていうところで、この辺で僕の話をちょっと終わりまして、次の誰かの思いを語っていただいて、それからブレイクアウトにしたいと思うんですが、誰かやってくれない？なんとなく時間軸的に僕がやった方がいいですね。はい、で僕が山田さんと四郎さんを巻き込んだので、その順序で喋っていくのがいいかなと思いました。はい。すいません。では、竹井と申します。皆様、よろしくお願いいたします。僕は、ダイヤモンドメディアという会社をやってた頃に、第3回ホワイト企業大賞の大賞をいただきました。その時一緒に大賞だったのが日本レーザーさんと西成功さんですね。で、
結構やっぱりこういった賞をいただいたことで僕にも転機があって、まあ、書籍をそこから出すきっかけが生まれたりですとか、やっぱりメディアの取材が増えたりなんていうのもありましたけれども、それが2016年ぐらいでしたかな。ですが思いから始まるっていう話なので、まあ、僕の思い、組織運営とか経営とかに対する、考え方、思いがどういうきっかけで生まれたかっていうところを、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。私はですね、もともとアメリカに音楽留学に行ってミュージシャンを目指してたんですけれども、まあ、ひょんなことから、起業してみたいってなんか思うようになってですね、まあ、当時いわゆる成功哲学のようなもの、有名ですけどナポレオンヒルとかアンドリュー・カーネギーとかデール・カーネギーのなんかああいう本に出会って、なんか夢って叶うんだみたいな、思考は現実化するみたいなのにめちゃくちゃ影響されて、じゃあ会社やってみたいっていう、本当まあいわゆる西洋的な、成功哲学ですよね。でその思いで、帰国して22歳の時に、2006年でしたね、2006年に、インターネットメディア、アパレル関係のインターネットメディアの会社を立ち上げて起業をしたというのが、まあ、僕の、社会人の始まりなんですけども、そこでの経験が、まあね、最近ですとティール組織って呼ばれるようになりましたけど、自律分散的な指示命令とか管理をしない経営につながっていく契機になったんですけれども、まあ、何があったかというとですね、まあ、あんまり僕自身はそのお金に対してそんなに貪欲な、ハングリー精神っていうのはあんまりないんですけども、まあね、両親のおかげもあってそんなにお金に僕自身が困ったっていう経験もないもので、だからこれは本当僕はなんか資本主義を最近批判するような発言ばっかりしてますけれども、すごく感謝ももちろんしていまして、批判というかね、今移り変わる時代だって言ってるだけなんですけどね、はい、まあ、そんなんで、でもその音楽をやってた頃のようにその世の中に何か爪痕を残してやりたいみたいな野心ですよね、野心がすごくあって、で、この一発なんかやってやろうじゃないかで、友達に声をかけて、お前ら一緒にちょっと一発やんねえみたいな感じで友達を3人誘って起業したんですけども、その時に、まあ、22歳で社会人経験もなく、一人は大学生で一人は、日立っていう、まあ、大企業に勤めてたの、大企業を辞めさせて手伝ってもらって、それで全員に借金してもらって、資本金として会社立ち上げて、まあ、僕も借金して、それで、まあ、インターネットメディア立ち上げて、なんか2年で上場するぞみたいな、もう訳も分からず、なんか資本政策も何にも会社経営も何にも分からないまま、野心だけで本当会社を立ち上げたら、びっくりするぐらいうまくいかなくてですね、1年間で結局売上50万円ぐらいでしたね。まあそりゃそうだろうって、今だったら本当に3秒ぐらいで分かることが1年かけて学んだっていう感じですけども、ねえ、そんなことがあって、その時にですね、まあとにかく何が辛かったかって、その、仕事始めて成果が上がらなくて心が折れて、でも心が折れて自分って社会的に全然価値を生み出せてない、なんて、なんだろうな、この脆弱な男なんだって、そこが一番悲しくてですね、まあ、それまで僕はまあ音楽をやっていて、ちょっと、ね、CD 出させてもらったりとか、ね、バンドの大会で優勝したりとかっていうのが、まあ、学生時代あったりして、なんか、ね、自分が強く思ったものは叶うみたいな風に思ってたんですけども、あれなんかちょっと思ってたのと違うな、みたいな。まあ、人生でそんな分かりやすい大きな挫折をしたことがなかったんですけども、まあ、それをしたときに、もう日々怖くて怖くて、ちょっとでも
ね、このなんだろう、ね、まあ、返す当てのない借金があって、22歳で1000万ぐらいの借金だったんですけど、なんかとにかく怖くて、金額が大きいのか小さいのかもよくわかんないし、でも自分の人生どうなっちゃうんだろうっていう恐怖感で、もう経営っていうものの勉強を形だけでしても全然こう身につかないというか、知識でね、その稲森さんの本とか、松下幸之助さんの本とか散々読みましたけど、わかんないんですよね。なんか諦めなければ、ね、夢は叶うって書かれてる一方で、その、なんだ、撤退する勇気とか、損切り占領みたいな、なんか、格言もあるじゃないですか。僕は進んだらいいのか、引いたらいいのかとかがもうわからない中で、うつ病みたいに僕自身もなってしまって、人の目を見て話せなくなったり、もう体中ボツボツができて、なんだろうな、本当夜が眠れなくなってしまって、で起きてる間中ずっとお腹痛いし、これ本当に辛いなって、もう、まあ、今だから半分笑い話ですけど、もうその頃は、もう本当に本当に辛くて、で、父親に、ちょっとでもお金があるうちに、なんか会社って、もう、なんか、いわゆるピボットみたいにこう、畳んじゃった方がいいのかななんて、相談をしたんですよね。まあ、父親も製造業をやっていて、父親がそういう稲森さんの本とか、松下幸之助さんの本とかを結構持ってて、で、まあ僕が起業するって言った時もすごい応援してくれて、ですけど、その会社ちょっと、ね、この事業まずそうだから、ちょっとでもお金あるうちに辞めようかなって思ってんだけど、どう思うみたいなことを相談したらですね、その時にすごい怒られたんですよね。まあ父親は本当中小企業の経営者で20人ぐらいですかね、神奈川県で製造業をやってて、祖父の代からの、まあ、もう今だと50年ぐらい、60年ぐらいってことかな。もういわゆるザ中小企業ですよね。でもまあすごい堅実な欲を出さずに、本当に堅実な経営をずっとやってきているんですけど、その父にすごい怒られて、お前が、ね、やるって言って、仲間が集まってくれて、で、彼らも自分の人生をね、ここにかけてくれて、で、儲かってないって言ったってお客さんがいるわけで、そこには社会的責任というものがもう存在、発生していて、その責任というのはお前の命より重いんだって言われたんですよね。それを果たすことがお前の役割だよって言われて、まあ、その時は、よくわからなかったんですけど、正直なところ。でも、正しい気がするなって思ったんですよね。で、進むべきか、引くべきか、撤退すべきかって、こう、わからなかったんですけど、でも自分の身を守るっていう観点から判断するんじゃなくて、この社会的に見て自分は何すべきかっていう、その父の言葉に僕は、あ、そうだよなってなんか思って、今はね、だいぶ、意味がわかるようになってきた気がしますけれども、まあ、それで、じゃあ、ね、自分の身を守ることじゃなくて、今やるべきことをやるって決めようって思って、決めたら、ものすごい気が楽になって、そこの日からまた夜眠れるようになって、なんだろう、もう一踏ん張りできたんですよね。で、まあ、結果、事業自体は、その、やっぱりね、ビジネスモデルがまずいんで、そもそも。全然やっぱりね、改善はできなかったんですけども、収益的な面では。でも、やっぱりこう、口八丁、手八丁というか、なんかまあ、いろんなことやって、メディアとして少しこう、ね、いわゆるページビューみたいなものが増えて、で、会社の預金残高が最後20万円ぐらいになった時に、もう、再来月には会社もう潰れちゃうけどどうしようかなって思った時に、なんかこう引き受けてくれる会社いたら嬉しいなと思って、買ってくれる会社をちょっと探し始めたんですよね。そうしたら意外と7社ぐらい手が上がって、その7社相手にまあこううまいこと話をしたらですね、ちょうど借金してた金額と同じぐらいの金額で買ってくれるっていう会社が出てきて、ぴったり1000万ぐらいで
事業を買ってくれたんですよね。それで、まあ、あの、最悪の事態を逃れて、友達とか僕の借金もちょうど綺麗に返せて、っていうのが1年間の間にあってですね、あの、しかも社会人1年目。で、まあ、なかなか、こう、まあ、濃い1年目を、ね、あの、経験させてもらったんですけど、なんか、その、そこで僕はその反骨精神とかっていうよりは、なんかただただ本当申し訳なさでいっぱいだったんですよね。で、なぜかっていうと、あの、友達の人生を本当に、あの、丸ごと変えちゃったんで、大学4年生だった友達に大学辞めさせちゃったし、で、大企業に勤めてたやつ辞めさせちゃったし、で、あの、まあ、ビジネスパートナーみたいな、こうね、関係性だったら、ね、自己責任って言えたのかもしれないですけど、高校時代からの友達で、お互い両親も知ってて、とか、そんな距離感だったんでね、その、なんか、お金の問題じゃねえなと、人生とか生きるとか仕事するって、何のためにそもそも俺は会社立ち上げて、友達巻き込んで、ね、あの、こんな大変な思いしたんだろう。結局、社会に何にも価値、ほとんど価値生み出せてないし、友達の人生振り回しちゃったし、っていうので、やっぱり深く考えざるを得なかったんですよね。で、そんな時にちょうど僕が、出会った本、書籍っていうのが僕の中ですごく印象的な3冊があるんですね。それが1冊目が、ブラジルのセムコっていう会社の CEO が書いたリカルド・セムラっていうんですけど、奇跡の経営という本。それともう一冊がゲイリー・ハメルという経済学者が書いた経営の未来という本。そして三冊目がテンゲさんが書いた非常識経営の夜明けだったんですよね。この三冊にちょうどその頃出会って、まあ、あの、なんとそれまではどうやってなんかマーケティングで金稼ぐかみたいな本ばっかり読んでたんですけど、やっぱり会社一回潰してから、何のために仕事するんだろうっていう自分の確固たるやっぱり手応えがないとスタート切れなくて、その時からやっぱり読む本の質が、質というかね、なんか方向性が変わって、で、やっぱりこういう本の中にはあのパタゴニアの話が出てきたり、ゴア&アソシエイツとかね、なんだろう、まあ日本で言うとイナー食品とかメガネの通話とか未来工業とか、まあ、本当、いろんな世界中のそういう、なんだろうな、普通に生活してたらそんなにメジャーに聞かない企業の名前が出てきて、そういう会社があるんだ。でもなんかそういう、それこそが会社というものが存在する意味で、仕事をする意味って、金儲けのためじゃなくて、関わる人みんなが幸せにならなきゃ意味がなくて、お客さん幸せにするっていうのはもう、もちろん当たり前ですけど、働いてる仲間も幸せじゃなければ意味ないし、一緒に仕事してるパートナーとか、その家族とか、地域とか、全部にとって、プラスになるような存在でなければ、会社って意味ないじゃんって思っちゃったんですよね。思っちゃったというか、まあ、それしかないんですけどね。それをまあ僕は実体験をしたものですごく強く感じたというか、あの、お客さん幸せで働いてる仲間が不幸せだったら、これ、プラスマイナスゼロじゃないですか。プラスマイナスゼロだったら、最初からやらなくても一緒じゃんって思うわけですよね。社会的に見ると、広く見ると。だから、じゃあどうしたら本当に関わる人たちがみんな幸福、いい方向に向かえるような会社作れないかって思って、始めた会社がダイヤモンドメディアという会社で、2007年の10月ぐらいですけど。で、その会社を始めた当初から、働く時間、場所、休み、自由、給料とか会社の中の情報全部オープン、社長役員とかっていうもう上下関係なしっていう、まあ、なんとなく大まかなコンセプトで会社を立ち上げて、とにかく会社の規模が、まあ、ね、大きくなったとしても、
ここの部分は絶対に俺はブラしたくないっていう思いで、始めたんですね。それが2007年なんで、本当、今から14年前ですかね。で、やっぱり最初の頃はまず規模もそんな大きくないんで、大きくない会社って4人ぐらいで始めたんでね、ダイヤモンドメディアも。あんまり、仕組みを作らなくても、本当にみんな仲間だよねって、こう、会議も一緒だし、ね、食事行っても一緒だしって、こう、あんまり仕組みにする必要がなかったんですけれども、やっぱり会社が10人とか超えるあたりから、仕組みっていうものを作っていかないと、何でもかんでも全員で話し合って決めるってできなくなってきて、そこから、じゃあそれをどうやって仕組みで担保していくかってことを考えるようになって、まあ、たまたま IT の会社だったんで、IT を使えば、例えば情報の共有とか、自宅で働くとか、いろいろそういうのできるよねっていうので、もう本当その当初から、出社義務っていう概念もなければね、定時、コアタイムっていう概念もなかったですし、結構まあ逆に困ったのは、会社の電話鳴っても誰もオフィスにいないとかっていうのが、やっぱり結構出てきちゃって。なので、結構その10年ぐらい前から、もうあれですね、電話代行の業者に委託して、電話そっちに飛ばして、そういう業者から、誰々さんから電話ありましたみたいな連絡を、メールとかでもらうみたいな仕組みを作ったりっていうふうに今はね、そういう会社めっちゃ増えてますけど、そんなことをやっぱり10年ぐらい前からやってたんですよね。はい、で、まあそんなことを やってた頃は、まあ面白いんですけどね、やっぱり上場企業の社長とか結構知り合いにいて話をしたりすると、結構説教とかされたんですよね。君は経営者としての責任を果たしてないみたいな。なぜならば経営者の仕事っていうのは責任を取ることだし、意思決定をすることだから、それをみんなでなんてそんな甘っちょろいこと言ってんなみたいなことで、散々やっぱり、まあ、批判とまでいかないですけど、それは理想論だ、理想論だってすごい言われたんですよね。でも仕組みでどうにかできねえかとか、あと、ね、自分一人が他の人よりも全部の領域で優秀だなんてことはありえないので、その領域において適切な人が判断していく方が理にかなってるんじゃないかとかっていうふうに結構一個一個合理的な裏付けを取りながら仕組みを作っていったところ、まあある程度それで回っていくようになって、だいたいそうですね、ホワイト企業大賞の賞をいただいた時は30人ぐらいでしたけど、まあそれで僕が何にもしなくても会社がこういろいろ動くようになっていって、で、まあそういう風になってくるとね、君は間違ってるみたいなことを散々言われたのに、なんか急に武井先生みたいなことを言われ始めて、まあ世の中ってそんなもんかって思うんで、最近はもう世の中の声をあんまり気にしないようになってきましたけど、でも、これは別に社会がどうこういい悪いじゃなくて、やっぱりまあタイミングの話もありますし、僕みたいにちょっと早めに気づくきっかけがあった人間が、まあ、開拓していく役割を担って、まあ、しかるべきかなと思っているので、まあ、最近は会社の中でどうやってそういうマネジメントをするかっていうことを、まあ、散々やってきたわけですけれども、最近の課題っていうのはやっぱりその外に移っていて、でなぜかっていうと、いい会社、ホワイト企業って、まあ、ここではね、言いますけど、いい会社を作ろうとするのを、一番邪魔してるのがなんか法律なんじゃないかって思うようになってきて、例えば税法とかにしてもそうですし、労働基準法とかもそうですし、税金なんかも、企業の社長が自分の会社を私物化した方が節税いっぱいできるんですよね。これはどう考えても、ね、税法っていう法律がブラック企業を生み出すのを是正して、助長してるようにしか見えなくて、僕には。だっていい会社作ろうとすればするほど税金増えちゃうんですよ。会社を私物化しないでみんなのものにしようとして、経費っていうのをあんまり使わなくなるとね、そうなるんで、もうなんかおかしいなと。で、労働者の管理っていうものもそうですよね。管理をしなければいけないとかって言って、タイムカードとか、いやでもタイムカードって在宅ワークでどうやってやるんですかみたいな話だったり、スマホで仕事できる時代に、
タイムカードの概念いりますかとか、あと、まあ、僕ら IT の業界なんかはほとんどが頭脳労働なんで、あの、時間で区切って働いてないですし、そもそも。お風呂に入りながら仕事のことを考えちゃいますし、それも仕事、じゃあ仕事とプライベートの境目なんてそもそも線引けないなとか、ね、そういう、あの、なんだろう、今までの社会制度の、うん、こう、に合わないなっていう感覚がすごくあって、まあ、なので結構その、法律的に言うとかなりギリギリのところをやってきちゃったなとは思ってますけども、まあ、あの、そういうやつがいてもいいんじゃないかなと僕は思って、今もギリギリラインを突っ走っております。まあ、そんな感じで、あの、僕は、何ですかね、思い、あの、フレデリック・ラルーさんも言ってますけどね、その、会社を作るって結局その仕組みとしていろんな仕組みっていうのはもちろんその建築物のようにちゃんと作っていかないといけないものってたくさんありますけれども、なぜその仕組み作りたいのかとか、そこがないと結局どうにもなんないというか、だからそのティール組織っていうのは作るものじゃなくて結果としてそうなるだけであるとかってね、いろんなところでやっぱりね、僕ら言いますし、ラルーさんも言ってますし、まあそれでもなんかティール組織目指したいって言いたくなっちゃう人間の心理もわかるんで、あの、まあいい悪いじゃなくて、まあきっかけが人それぞれ違くていいと思うんですけども、でも本当に、まあ、長会社とかをこう時間軸長くやっていく中で何のためにやってるのかっていうのは自然とあぶり出されていくと思うので、僕はあの継続していくっていうことが一番重要なんじゃないかなと感じております。はい、すいません、長かったかな。以上です。はい、ありがとうございました。あまりチャットに質問上がってきてないけれども、ここであのブレイクアウトセッションにしましょうか。あの講師も全部あの入って今44名ですので、どうしましょうか。5人ずつで切って、すいません、はい、一応ですね、耳だけの方も結構いらっしゃるので、はい、3人から4、5人っていう感じで分けています。はい、4、5人で20分でどうですか。はい、20分で20分。はい、分かりました。じゃあ今4、5人で20分で我々も全部割り振ってください。はい、はい、そうですね、あの少しあの時間が必要だったらちょっと漫談しますけれども、いえ大丈夫です。大丈夫ですか。もうあの分けてます。じゃあ20分ということで。はい、じゃあ今から20分あの、はい、それぞれあのブレイクアウトの中でお話しいただくと、ちょっと自己紹介をしていただいて、今の私の話と武井さんの話で感じたこと、それからあの自分の立場と、それからホワイト企業という、自分の立場から見てホワイト企業がどう見えるか、自分はそれに対してどういうアプローチを、取りたいか、取ろうとしているか、その辺のお話をいただきたいと思います。それじゃあ行ってらっしゃい。おかえりなさい。ギャラリービュー。おかえりなさい。みんな戻って、ほとんど戻ってらっしゃいましたね。ああ、ほとんど戻ってました、ね。あの耳だけの方がどんどん増えちゃったので、途中でルームを統合したのでびっくりされた方もいました。話中の方とか申し訳ございませんでした。はい、はい、じゃあどうぞ天狗さん、続きをお願いします。天狗さんミュートになってる、ごめんなさい。おかえりなさい。今あのブレイクアウトセッションであの皆さんお話しいただきましたけれども、全体にシェアしたい方いらっしゃいませんか。なんかできればシェアしていただきたいけれども、いや、もしあったらあのチャットに、その旨出していただけませんか。はい、それじゃあ次に行きましょう。次は山田さんになるのかな。はい、山田さんの思いをお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。
はい、企画委員の山田裕二と申します。よろしくお願いします。先ほどありましたが、武井さんからのご紹介で、第6期かな、2回前から、企画委員一緒にやらせていただいています。で、もともとのきっかけは、武井さんが先ほどお話しあったダイヤモンドメディアでやっていることを、なんかそういう似たような経営をやられている方たくさんいるよねっていう方と、なんかもっと話せる場所を作れたらいいよねとかいうことから、次年経営研究会という会を立ち上げることになり、その活動をかれこれ4年近く、3年半か4年ぐらいやってきていまして、でその、立ち上げた後ぐらいに、次年経営研究会でやっていることに、天下さんもなんか面白そうだなって言っていただきて、そこの、場によくお越しいただいたりとか、そのご縁で、私もご一緒に企画員としてやらせてもらっています。で、私自身、そこに至った背景で言うと、その前、武井さんと次年経営研究会というのを立ち上げる前の5年間は、僕ある、IT ベンチャーの共同代表、代表2人の COO という方をやっていまして、創業から社員35人ぐらいまでの IT ベンチャーの経営陣をやっていて、累計で私がいた時で7億ぐらい、出資をしてもらったりとか、今でもその後プラス15億ぐらい調達していたりとかして、すごい頑張って伸びているので会社なんですけど、そこの会社を経営をなんか一緒にやらせてもらう中で、そのベンチャー立ち上げた当初ってもうみんな頑張んないと会社死んじゃうので、とにかく背中預け合ってみんなできることを全力でやるっていうことをやっていた時期と、で僕はすごい大変で、銀行口座会社残り3万とかまで経験したんですけど、やっぱりそれはすごい大変だけど楽しい経験だったなって思っていた自分がいました。で一方で、事業がその後伸びていって、もういよいよもう社員どんどん増やすぞってなっていって、20名弱ぐらいの時に、もうこれはちょっとちゃんと組織化しなきゃダメだっていうので、自分がナンバー2として、社員をきれい、こう会社の中をきれいなピラミッドにどんどん変えていって、もう部署を作って役割分けて、あなたはマーケやって、あなたは営業やってみたいなことをどんどん割り振っていくっていうので、組織を大きくするっていう形を作っていって、結果それは今でも間違ってない判断だと思いますし、事業を伸ばす上ですごい良かったと思うんですけど、なんか楽しくなくなったんですね、僕自身は。頭では分かってたし、代表取締役 COO でナンバー2なので全力でやろうとしてたし頑張ってたんですけど、根っこで好きじゃなかったので、メンバーとかにもバレるわけですね。なんかこいつあんまやる気ねえぞみたいなこととかで、で結果すごい僕自身の経営者としての力のなさもあって、現場のメンバーとかにもすごい迷惑をかけて、でこれは良くないなと思って辞めるっていう決断をして、そこから1年ぐらいかけていろいろあって辞めたんですけど、なんかそれをやった上で、 IT ベンチャーとして事業をすごく伸ばすぞっていうことをやっているっていう世界の中で、その創業当初本当にもう背中を預け合って一人一人が個性発揮しきるっていうことをやって、だからこそ事業が伸びるよねっていう、その環境が僕はすごい楽しかったので、なんか時の空気感があったまんま、それでも事業がちゃんと伸びるっていうことを自分は選べなかったんだろうかっていうことが、5年間かけた中で解けなかった最大の宿題になったので、ちょっとこれはちゃんと向き合わなきゃダメだっていう思いがすごく強くなって、そこからなんかいろんなことを探求し始めましたっていうのが始まりました。で、それが2017年とかで、定量組織という本が日本で出る1年半ぐらい前とかだったので、たまたま英語で調べていた中で定量組織というののウィキとか本、現地書の英語の本とかに出会っていって、なんかこの辺は面白そうな気がするって言ってすごい調べ始めて、で、英語でしかもう日本語での文献は何一つなかった時代とかに自分で調べてみて、まあ、頑張って英語の翻訳をして日本語でこうブログ書いて紹介してみたりとかしていってってやっていた中で、なんか武井さんとももともとご縁があって知っていたのが、そのベンチャー辞めた後に仲良くなって、そういうダイヤモンドメディアであっていろんなことをもっと増やせないかとか、もっとそれを日本から世界に届けられるようなものってないかなみたいなことをやっていくっていう活動がそこから始まっていったので、そのご縁で今ここにいさせてもらっているなというふうに思っています。でその上で最後に付け加えるとするならば、天下さんがさっきおっしゃっていたことにすごい僕は共鳴というかをしていまして、やっぱ日本の中に昔からいいこう組織をの運営の仕方とか経営の仕方ってまだまだたくさんあるんだなと思っていまして、この何十年だろう、30年か40年か50年ぐらいの中で
こういわゆる MBA とか西洋的なやり方とかっていうことをすごいたくさん日本は学んで、そのおかげでいい経営ができるようになったとか、いい成果出せるようになったっていう世界はすごく大事だと思っているんですけど、なんかそれを本当は OS が違うものの上に西洋的なやり方を頑張って乗っけた結果、すごい OS とアプリケーションの間でバグがたくさん起こってるんじゃないかなって気がしていて、でそれ今放っておくとティール組織っていうものも同じことを起こしてしまうんじゃないかと思っていて、本質的には全然OS が違うとかそういうことは関係ない捉え方をしている本だと理解をしているんですけど、なんかやり方とか もうちょっと抽象度を上げたなんかオペレーションのなんか思想みたいなところとかを OS の違いをあんまり考えないでただ真似していくと、なんか本質的にちゃんと受け取れず、またなんとなく真似をしてなんかよくわかんない失敗をするみたいなことになってしまうんじゃないかということを、なんかすごい良くないなと思っていまして、僕ら自身が特に武井さんとかこの後話すであろう吉原史郎さんとか大体同年代で、なんか天下さんにこうなんか若い世代みたいにおっしゃっていただいた気がするんですけど、なんか僕らぐらいの世代がそのこれまでの日本の培ったものをちゃんとアンラーニングというか、なんていうかな、読み解き直して、じゃあもともと日本の根っこにあって大事なものって何だったんだっけっていうことを丁寧に見た上で、じゃあ本当に次の世代に向けていい組織の在り方とかを日本の中で作っていくって何なんだろうねっていうことに向き合っていくことが、僕自身はすごいやってみたいなと思っていることですし、ホワイト企業大賞のここの場とか関わってらっしゃる皆さんも本当にすごいなと思うのは、僕らの世代とか僕らの何だろう、その近くにいる仲間たちとかでは全然届きえないようなたくさんの方々とか、日本全国津々浦々いろんな業種の方と一緒にこの場が作られていることはすごく感じますので、なんかそういうところとつながりつつご一緒にできるからこそ、なんかその日本の中で次って何だろうねっていうことがすごい芯を食って見えてくるんじゃないかなということを、私自身もすごいワクワクしながらやってみたいなと思っているところですので、なんかそういう活動を企画委員の皆さんももちろんですし、今日いらっしゃってる皆さんも含めて、なんかこういうことに共感できる皆さんと進めていけると、なんか次のものが見えてくるんじゃないかなというふうに思ってますので、なんかぜひ今後に向けてそんなことができればなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いて吉原さんいっちゃおうか。はい、吉原です。じゃ、初めましての方結構多いと思いますので、吉原史郎と言います。今ちょっと出張で沖縄に来ております。あ、沖縄か。バリバリもう真夏でですね、半袖 B さんでまだ明るいんですね。この後お酒飲むんですけど、ちょっと一応辞職はしないといけないですね。見せかけでもしとかないといけない、怒られちゃうんで。まあそんな感じです。会社はですね、ナチュラルオーガニゼーションズラボという、まあ、自然の命の巡りをですね、経営と社会に生かそうということをやっております。で、まあ、ここにいる岡田てっちゃんですね、おでん屋の日本一古い高尾のてっちゃんとも、まあ、これ後ろ1号ですけれども、まあ、雨水のみで育つものは育つというものがあって、まあ、そういうことを、まあ、経営者の方に経営を変えていくということとですね、まあ、暮らし、まあ、つまり命とどう向き合うかということを一緒にやろうよということで、今沖縄のエンジニアの会社さんとやっているので、今沖縄におります。なので経営支援をやってるんですけども、基本的にはその、まあ、自分も含めてようやく今自分のちょっとあれですかね、大丈夫な人多いと思うので言います。まあ、排泄物の、ね、コンポスト循環をようやく始めたぐらいで、まだまだ天下さんには全然及ばないと思うんですけど、まあ、ようやく、はい、トイレぐらいはみたいな、ございますと。まあ、この後懇親会もあると聞いてまして、ちょっとそういう話題もありました。で、まあ、思いって言ったところなんですけど、もともと僕はまあ親父がその古文書のまあ分析とか解読をしているところがあって、まあ、思いの塊みたいな部分があって、歴史で書かれているものは基本的に疑えというふうにまあ育てられてます。もう物心ついたとかそう言われてますので、まあなので、まあ史郎の史は歴史の史なんですけど、まあ、そういう部分がどうしてもありました。でちょっとまあ時間も限られてますんで、もともと社会人25、6の時に、まあ、一つ石川の旅館でですね、オーナーは、東京にいるんですけど、アローレという今も頑張ってますけど、この状況下で加賀温泉街にあります、
まあ、昔バブルの遺産と言われた、まあ、あの森さんとかですね、あの元あの総理大臣ですけど、あんな皆さんも関わってたホテルが、まあ、あって、まあ、そこを130人ぐらいで、まあ、1億強ぐらい赤が出てたので、まあ、そこを、やってみないかということになりました。で、まあ、そうなったきっかけは、あの不動産会社ファンドに入ってましたので、あのバリューアップ、まあ、あのいわゆるリーマンの前ですね、2005、6、7とかですけど、まあ、リーマンショックの前にあのバリューアップという名の要は立ち退きですね。あの僕こんな顔してますので立ち退きに向いてるんじゃないかみたいな感じだって、なんかお前よ人良さそうだからあの桁変えたの賃料持ってこい持っていけみたいな感じで20万月の200万ってふざけんなとかいやすいませんみたいな、まあ、そういうようなかっこよく言えば不動産のバリューアップなんですけど、あの、まあ、そういう会社はありますよね。不動産ファンドはそういう業界でした。まあ、そういうのがあって、まあ、その現場でも行けんじゃないかということで、まあ、その石川の旅館に行かせてもらって、まあ、その時に思いってことで言いますと、まあ、僕はちょっとあのなんて言うんですかね、ちょっと抜けたところもありますので、まあ、あのちょっとだいぶダメだと、もう加賀一番でダメだと、アローレはもう恥やと、あの加賀今加賀市っていろんな取り組みをねあのしてますけど、ブロックチェーンと含めて、まあ、非常にその恥みたいな旅館だみたいに言われてて、でまあ、あのいやいやそんなことないよねっていうふうにまあ言えちゃう若さはあったと思うんですね。25、6、7なんで、でまあ、 あの日本一でいいじゃないかと、あ加賀屋があるじゃないかと、じゃあ加賀屋超えればいいじゃないかっていう部分をまあ言えちゃう元気さがあって、じゃあ日本一のホテル旅館目指しましょうと。で、あの130人いますけども、日本一はもう自分で日本一だと思ったら日本一ですっていうことで就任の時あのなんか、はい、言葉をさせていただいてでなんだそれみたいな感じでむちゃくちゃ言われるんですけど、いやもうね、もう負けきってるわけですから、あの、まあ、生命体としてはもう一回死んでるわけですよね。ブラックもホワイトもなくて要はもう終わってるわけですから、でそれであの輸血してもらって生きてるんで、それはもう一番目指さないとね、もうあれでしょうってことで、まあ、あのトイレ掃除の方ではピッカピカ、あのフロントの方であればあの何かあっても許してもらえるような笑顔ですよね。あの、まあ、そういった部分大事やなと思ってやってきました。まあ、ただ、まあ、それは僕の現場の経営者の、まあ、思いであって、あのファンドのオーナーは、まあ、あの六本木 の、 あのリッツカールトンレジデンシャルに住んでて、なのに毎朝リッツカールトンにご飯食べに行ってるみたいな、で毎朝クレームをあの言って帰ってくるみたいな、リッツカールトンのどこにクレーム出すんやろ、すごいなってずっと思ってましたけど、まあ、そういうオーナーが持てる、まあ、思いっていうのは基本的にはあの、従業員っていうのは使い捨て、まあ、従業員って言葉を使いますよね。まあ、僕らはあの仲間とかメンバーとか、というふうなふうに思ってましたけど、まあ、そういう方が描く思いとですね、まあ、当然僕が描く思いはちゃうわけですね。まあ、なのであのそこは、器用なとこを見せてですね、いやーもうそうですよね、数字ですよねっていう形で、はい、まあ、表ではそういうふうに服従して、であの数字をとにかく積み上げれば何も言われなくなってくるんで、まああのまあ、オーナーがどうしてそこまで数字にねこだわりがあるか執着があるか、それはあのオーナーの痛みも当然あるわけで、まあ、そういうような人間関係になれたのはすごい、1年半ぐらいかかってますけども、まあ、よかったなと思ってます。まあ、なので、まあ、いわゆるこの、まあ、子会社というようなところの経営であればですね、まあ、当然その資本家がいますので、まあ、その人たちとのその思いの、まあ、すり合わせをするときに、まあ、まずは、はい、自分が大事にしたのは、相手の、まあ、思いですね、そこを、まあ、とにかく実現して、 でもこっちはこっちであの加賀のエリアの中で地域の人たちが当然働いたりバイトしたりいろいろしてるん でそういう人たちは給料出たら大体みんなパチンコ行ってなくなっちゃいました金くださいとかいう人もいるわけですよねあとあのパソコンちょっとやれない人もいたんで、あちょっと資料作ろうよって、じゃあフォルダ作っといてよって言ったらあの引き出し開けちゃうみたいな、いやいや右クリックだよみたいな感じなんですけど、そういうのが本当にあの、まあ、石川の中でも当然負けに負けたホテルだったんで、まあ、今もなんとか頑張って次あの経営者さんに譲ってやってるんですけど、まあ、そういう部分がありました。まあ、なので今の会社であれば創業者ですから、あのいわゆる思いはある程度こう自由に、まあ、ただ逆に求められるのはやっぱメンバーであったりとか一緒に仕事をしている仲間たちの思いの、まあ、どこまで異なるものをこうお腹の中に入れれる許容度ですね、まあ、それがやっぱ全然まだ僕まだまだなんで、まあ、その許容度っていうのがすごい大事だなと。まあ、ファンドの女は別に許容度高いかとめちゃくちゃ低かったと思いますね。あのだいたい半年に1回ぐらいクビにしてたんで、経営者バンバンクビして、リサパートナーズって会社ですけど、はい、あのもう聞いて忘れてください、お願いしますまあそんな部分があります。で、まあ、ちょっと元に戻りますけれども、まあ、そういった部分があった中でこの、まあ、自然農法というものにあのちょうどリーマンの時後ぐらいですかね、その後にこう出会ってでやってみて、
で生物で学んでたようにこうめちゃくちゃ水あげて野菜育ててたので、そうじゃなくてもできるっていうことにまあアホなんで衝撃を受けまして、なんじゃこりゃと、何が起きてんねやという部分で、まあ、そこからいわゆるその、まあ、農業政策ですよね、戦後のそういった部分とか、どうしてじゃあ F1 っていう種が非常にこう流通してるんだろうかとか、そういうものにまあ、健全な批判精神を持つようになりまして、まあ、ただ当然その場は巻き場合ますので、そういうのはまあ中に入れてるんですけれども、まあ、そういう部分でこうどういうふうにこうやっぱこの暮らしが成り立ってるのかなと、まあ、戻るとどうしてワイマール憲法にいた日本国憲法がこう今あるのかなと、誰が作ったのかなとか、日本ってそんなに人種多くないのにどうしてあそこで憲法であんなことが語られてるのかなと、で言論の自由はあるわけだから言論したらいいのにあんまり自由度は少ないように見えるなとか、まあ、そういうのをこう、まあ、農業農っていう観点から見たときに、やっぱりこうお野菜は作れる場所はあると、まあ、作れるものは作れるという部分があるので、まあ、そういったものを通じて少なくとも経営者の方にはうちかどこかでやってもらって、少しこう冷めた目で、まあ、当然そういった能力に長けた方が経営者にやっぱなられますんで、まあ、そういうので今全国でやってます。まあ、そうすると1年ぐらい経営者がやるとこうメンバーも一緒にやろうかという形でどっかこう借りたりとかするんですけれども、その中で、まあこういう場とね、自然とそのじゃあなんで今沖縄だったらですよ、沖縄だったら高々だから5、60年前まで自給率 80% ぐらいですよ、高いですよね、なんでこんな下がったのかなとか、てか俺たちはなんで F1 しか知らなかったんだと、なんで在来種とか固定種とかわからんかったんやろうとかとかですね、そういったこうある種こう絡め取られている部分に、ちょっとずつこの普通の今の沖縄の会社のエンジニアさんですからが気づいていくわけですよね。でそういうふうにして、まあ世間的にはややこしい人たちが増えていくとは思うんですけども、やっぱそういう目で見た時に僕たちの社会がややもすると土がなくても生きられているような社会になってますよね。実は土がなくても生きれるぞみたいな感じになっている部分があるわけですよ。でも実際は土がないと何も生まれないわけですよね。なのでそういった社会をこう見ていく目であったりとか、まあ、その中でこのエンジニアリングっていう仕事をしてるわけですから、まあ、どういうふうな貢献がこの土がある暮らしに、できるんだろうかっていったところが、例えばその沖縄のテラウェブクリエイトさんという会社ですけど、では今、問いとして、まあ、自然とこう湧き上がってくるような部分があるかなと思います。まあ、なので0100ではないので、まあ、当然現代社会の恩恵も受けながら、この株式会社というルールの中で、じゃあその別に課せられてはいませんけれども、まあ、土というものですね、命のその生と死が巡っていくような部分、まあ、そういったものを体に入れて食べてですね、上でどういう経営ができるだろうかっていったことをこう喋ってます。でちょっとお酒も増えてるので、ちょっと天下さんに言われましたけど、太ったのはそのためです。ちょっと沖縄での酒の量がちょっと増えたというところで、はい、そんなとこですかね。はい、なので僕としたら、まあ、思いっていったものはやっぱりこう暮らしを通じて見えてくるところも、まあ、今の社会ってあるかなっていうところで、まあ、ティールっていう話も先ほど出ましたけど、まあ、フレデリック・ラルーさん自体も、まあ、僕意気投合したのは結局お野菜彼が作ってると、しかもそれが人が育てるというよりは人自然と育つという感覚が、まあ、彼と分かち合えたので、まあ、いろいろこう、まあ、そういう話をしていただいたんですけども、まあそうですね、そういう部分がすごい大事にしてるなと。まあ、なので、まあ、ティール組織っていうのが先ほど山田さんもおっしゃったように、まあ、まあ簡単に言うと、まあ、コンテンツとストラクチャーって言いますけど、要は表面上見えているものとその意識の深い部分ですね、この2つがやっぱりあるかなと思っています。まあ、なので例えばですよ、あの本で書かれているようなことで、いわゆるオレンジと言われているところをやられててもですね、では意識のストラクチャー自体はね、それを疑いつつもでも、まあ、あえてやってるっていう部分もあるわけじゃないですか。まあ、なのでその表面上見えている部分と、いわゆるその意識の根底の部分といったところは、まあ、分けて考える必要があるだろうなと。でその意味でその意識の根底の部分で本当にその、まあ命の声に従うであったりだとか、そういった部分、もしくはその社会をどういうふうにこう見てるだろうかっていう、そのある種冷めた目ですよね、そういった部分が、はい、育まれていくといいなと思って、まあ、自分がやってます。で世界のカンファレンスでもですね、ちょうど 4,5 年ぐらい前はもう本当にもう経営の方法ばっかり話をしてます。ただその、まあ、チョイスオブマネジメントっていうのかな、経営の選択をどうするかっていうこともそうですけど、まあ、当然それは大事です。ただ僕たちが作ってるものは、まあ、当然その僕らであったお野菜だとか、そのお客さん、いわゆる生活者のところに届くわけですよね。まあ、なので、経営の選択もそうですけど、暮らしの選択ですね、チョイスオブ、まあ
ライフと言いますけど、あの暮らしの選択をどうするかっていうことを語るようなあの登壇者も少しずつ増えてきたかなと。でそういった時にあの武井さんやあの山田さんがされている次年もそうですし、あの、まあ、僕たち の、 その循環畑、循環って呼んでますけれども、そういった日本が、昔から実は、はい、あの大事にしてきたもの、無意識化においてでもですね、そういったあの土とのつながりとか、そういったものはあの非常にその世界の皆さんと喋ってても、まあ、ワクワクするわけですよね。まあ、ただ一方で農業施策を見たら、日本っていうのは、ちょっと逆を今言ってますよね。はい、まあ、例えばあのイタリアであれば今在来種であったりだとか、まあ、小農を保護するあの会員で今あの法律が通ろうとしています、はい、インドでもそういった動きがあります。アルゼンチンでもそうです。でも日本の中ではなかなかあの言論集会の自由はありますけれども、そういった声はなかなかあの届きにくい部分があるので、まあ、そういったところはあの静かにですね、あの点ですね、とにかくこの事実をどんどん積み上げていって、まあ、そういった部分を次 の、 あの、まあ、僕たちの子供ですね、まあ、種としてつなぎたいなって思ってます。はい、まあ、かあのなんか簡単にはありましたけど、まあ、そんな部分が、はい、今日思ってる思いになります。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、あの今僕はあの教育関係もやってるんですけれども、教育関係とその自然農法っていうのはものすごく相性が良くて、川口さんとかね、その農業関係者が随分そのあの教育関係にもあの声が届いてますけどね。で本当はだからそのこのあのティールとかと、それからこの自然農法っていうのもこれあのすごい共通性があって、多分だからあの吉原さんがそのティールの国際コンフェレンスに呼ばれたのは、その農業との関連が、はい、お話になったんだよね。そうですね、あのね、だからその話を本当は聞きたかったんだけど、もう今日は時間ねえや、これまた別のセッションでやりましょう。あの農業と教育、農業と経営というのはあのそうですね、あのものすごくつながりがあって、でそうですね、本当にそうと思います、はい、まあ、あのフレディック・ラルもあのその辺をちょっとあの触れてますしね、それからこれあの結構多くの人が気がついてることなんだけれども、あのそこを掘り下げていくとまた面白いし、自然農法ってもう本当にあのいろんな宗派があって、同じ自然農法って言ってもいろいろ人によって意見違うけれども、あの、まあ、その辺もちょっと面白いところで、あのティール関係もすごくあのいろんな人がいろんな意見持ってますけど、さっきちょっとあの山さんが言ってたけれども、今そのティールを目指して失敗してる人がたくさんいるんで、あのちょっとその辺も含めてね、あのこの辺はあのまた別のセッションで、いろいろ取り上げていきたいなという感じを持ってます。で今あの牛原さんがちょっとおっしゃったその、インテンションっておっしゃった、はい、そのインテン持ってるインテンションと、それから表面的な形態と、あのそうですね、意識の、ね、はい、意識の構造でストラクチャーとコンテンツですね。あ、ストラクチャーとコンテンツか、はいはい、それがあのその問題っていうのは結構あの大きくて、でやっぱりあの、まあ、僕なんかあのソニーの中で42年過ごしましたけれども、あのソニーの会社が一番面白かったのは、あの非常に全体としてはグリーンなんだけれども、ラルーの定義で言うとグリーンなんだけれども、中にちゃんとティール的なところ、グリーン的なところ、オレンジ的なところ、アンバー的なところっていうのがありましてね、あのもう今から振り返るとそれ全部経験できたと。であの逆に言うと、その日本が戦後ものすごい勢いで復興したのはアンバーなんだよね。種としてアンバーが一番強いと思う。アンバーって、僕の定義するアンバーっていうのは依存が残ってる状態で、親分子分の関係でもって組織が動いてる ところっていうのはあのすごい強いです。
戦う要素がものすごく大きいわけよね。だから戦後の復興っていうのはもうほとんど僕はアンバーがやってきたという具合に今振り返ると見えておりまして、だからそういうのを別にその排除することは必要なくて、それはそれで意味のあることだったと思いますし、それからそれのアンバーの強みみたいなものはやっぱりもうすごいですよね。だからホワイト企業大賞のさっきのその幸せと働きがいと社会貢献という意味ではアンバーだってあり得るわけだよね、ホワイト企業ってね。あり得ると思いますね、はい。だからなんかその辺が、そう前にも言ったかもしれないけど、その清水次郎長一家がねホワイト企業大賞に応募してきたら結構いい成績取るんじゃないかなだって大政小政なんとの子分たちはねみんな実力者で、で親分のためなら死んでもいいという感じで、いるし、清水次郎長も結構子分思いでね、やってるわけで、だからみんなハッピーなんですよ基本的にみんなハッピーだし、それから清水次郎長は清水港の開港運動なんかやってましたんでね、社会貢献も結構やってるんですよね。だからそういう意味でなんかあんまりその今お話になった3人はそのどっちかというとティールの看板って言っちゃ申し訳ないけどティールっていうとこの3人と岡村研修が出てくるような感じだけども、でも要するにあんまりそういうところにこだわる必要はないんじゃないかなという感じをしております。それでそのさっき山田さんがちょっとおっしゃったような日本的なものっていうのはこれは結構三井家の家訓とか住友家の家訓ぐらいから続いてるものもありますし、それ以外に、ま、僕がちょっと本で書いてあるのは戦国時代の武将の中にやっぱりその例えば徳川家康ね、徳川家康っていうのは指示命令をしなかった人みたいね。だからそういうそのマネジメントみたいなものがちょこちょこっと部分的には見られるし、いろいろその辺を掘り起こしていくと面白いんじゃないかと思います。ちょっと時間になっちゃったんだけれども、ここで質問を受けたいんですけれども、ちょっと大勢なんで手挙げても分かんないんで、質問ある人はもうミュート外して喋ってくれませんか。どうぞどなたでも。ないのかな。これがね、これは技術者にはしか分かんないけど、CSMP ってんだね、キャリアセンスマルチプルアクセス、イーサネットの公式で。要するに、重なってきたら喋るのやめるっていうだけで、何のコントロールもないネットワーク。なんかないですか？なんかなさそうだね。じゃあちょっと休んで懇親会にしますか。懇親会になったらなんかあるかもしれない。それじゃあ5分ほど休憩にして7時35分に皆さん飲み物を持ってまた集まりませんか。はい、乾杯しましょう。はい、レコーディングはここまでにしますので、はい。